こんばんみってなんだっけ、なんか聞いたことある、懐かしい。こんばんは。髪の毛綺麗、何もしてない、今からストレートする。今日は2月の話をしようかと思ったけど、意外と時間がないので普通にショールームしようかなと思います。あのあと警告じゃない、なんだっけ、まあいいよ、後で言おうと。ちょっと人が来たら話します。今日はゴルランの服を着てます。見えないね。警告、そう警告。前髪切った、切ってない。あ、そうだ、なんかさ、前髪がね、なんか今 DMM のアーカイブ配信が始まったんですよ。見ましたか？まだ見てないか。2月7日と2月何日 ?21 かなが始まりましたんですけど、もう私多分ね、あのあれを見て思ったのが、あの期間が一番なんか SKE の中、 SKE に入ってから一番ブスだった。なんかいや、なんか初期が変、入ったすぐがなんか垢抜けてないとか別にして一番ねブスだったね。びっくりしちゃった。もう前髪がね、なんかやばいんですよ。なんかみんなに見てねって言おうと思ったけど、なんかブスすぎて見てねが言えなかったいやでもね、雨のピアニストはなんかいいタイミングでアーカイブ配信じゃなくて、なんだっけ、なんて言うんだっけ、リバイバル配信だ、リバイバル配信をしてくださってるので見てねって言おうかなと思ってます。見てね。2月21と7日どっちも出てるので、メス公演と鉄の、見てください。はい、あとはですね、あのおうちで SK48 一回だけ、あのなんだっけ、リモートで出たやつが、今日までだと思います、見れるのが。今日までなのでまだ見てないよって方とか、もう一回見たいなって方はね、ぜひ見てみてください。めっちゃ面白い。先輩が面白いのでめちゃくちゃ面白いです。もうね、ちょっと見れなくなっちゃうのはね寂しいんですけども、逆に漏れた日とかある？あるけど覚えてないの。なんかでも生誕祭の日は割とあの時に、なんていうの、今とは違うけど、あの時にしては漏れてたと思います。こんばんは、こんばんは、こんばんは。ゴルフを始めて、ゴルフができるお金はうちにはございませんねでも趣味は欲しいなってずっと思ってます。なんで趣味が欲しい話になったんだっけ。この間誰かと話した時に趣味が欲しいってなったんだけど、それちょっと
趣味は欲しいですね。暇なんでね。そう、私はまだまだまだ全然自粛生活なので、もう自粛っていうかなんかもう暇って感じ。今のところね、もう予定も何もないっていう、人生の予定が。16ポジ覚えるとか、いやそれがもう覚えてしまったんですよ。鉄の親まだ覚えてないけど。でもそんなさ、ずっと家で一人でさ踊ってたらね、なんかね病んでくるんですよ。だからね、踊れないし、眠くて。こんばんは。あ、この川ちんちくちんやん。ちんちくちん、お家からですよ。あれ違う、お家からだよね、ちんちくちんって。違うのか。お家からでした。あやとゆっちのコンビ名ありますか。え、なんかさ、私ブログに前なんか載せましたよね。なんだっけ。でも公式にっていうか、なんか2人で決めてやすとかはないです。てか私誰ともない。あるか、同期とはないかも。同期と2人でコンビ名とかなんかね、ないんですよね。なんかニコイチみたいなやつもないし。でもファンの方はそういうの好きだからさ。そう、先輩とだったらね、なんか適当に作って、適当にっていうかノリで作ったのが何個かあるけど、同期とはないんです。最終ビルのポジ、そうそうそう、ここにね、ちょうど目標が綴られた。あやったねと、あー大芝です。あとダブルあやか。先輩ばっかや。あーやんとかど、なーやん、なーやんと、ユニットも制覇しよう、制覇しようってどういうこと。なんかさ、公演出てねとかさ言われてもさ、なんかそういうユニットもそうだけど、自分の力でなんかそんな簡単にやらせてもらえるものじゃないからさ、逆にごめんなさいってなる。多分いい意味で言ってくれてるんだろうけど、ありがたいけどね。占いは信じるタイプですか。なんかそんな、なんていうの、占いでも、占いはめっちゃ見ます、見るけど、そんな占いはこうだから、占いはこうだからっていう、なんかそこまでは洗脳されないかもしれない。なんちょっと頭の片隅に入れて、あーこれ占いが言ってたやつかなみたいな、そういう感じだから、見てます。でも私占いをね、その例えば下半期の占いとかだったら終わった後に見るのが好きなんですよ。
好きっていうかよくそれをやるんですよ。で、すごい当たってる、この時そうだったみたいなのをよく一人でやってます。泣きながら、この人は私のことを分かってくれてるって占い師に向かってみんなに同じこと言ってるのに泣いてる。すみません、別に怒ってない。なんかさ、私すぐさ怒ってるみたいに言われて本当に悲しいんですよ。本当にね、なんかただね、なんかもうね、友達ではない、友達かのように話してるだけだから、そんなに重く受け止めないでください。直します、私もそういうところを直していきます。これから気をつけます。すみません。占いはいいことしか信じない人、確かに、そしたら人生楽しそう。鉄のやりたいの。うん、ショールームしてますってやろう。シェア。昨日より2人増えてますね、フォロワーが。バーイ。何しようかな、明日は。みんなはお仕事とかかな、学校とかかな。ショールームじゃない、ツイッターフォロワーかな、人がちょっと来た。こんばんは。今日はね、あのいつものお話しするやつやってないんですけど、てか私やさ、そのなんだっけ、振り返るやつみたいな、振り返るやつが終わったらさ、もう私なんか毎日はできないんじゃないかと思い始めて、話が続かないので、だからなんかまた企画考えなきゃと思って。何しようかな、なんかしてほしいことありますかね。あと教えてアーヤも送ってください、いっぱい。何したらいいんだろうな。明日から雨なんだ。雨多いですね。多いのか分かんないけど、ありがとうございます。公演実況する。あ、確かに今2個公演出たしね、昔のやつあり。ダンス見たいから劇場公演出て、出してください、お願いします。公演したい。じゃあ、あのそのあなたが、あの誰かに頼んでください、偉い人に頼んでください。私の力ではどうにもならない、それは本当に申し訳ないけど。覚えたポジション披露するな。いや、これもね、何度も言ってるんですけど、あの私のお家にはアドレルスペースがなくてですね、
今レッスン上も使えない状態なのでダンス配信はできないっていうのをねずっと言わせてもらってて、それをね聞くと本当に辛い気持ちになってしまうので、それをその話をなるべくしないでいただけたら嬉しいなと思いますっていう、ね、もう一度言ってみました。歌詞考えるやつね。メモしとこう。こんばんは。キミちゃんのレッスン場公演。レッスンね、レッスン場使えないからね。予定が、出る予定がある人しか。キミちゃん一人だけだとかだったらね全然できると思う。今いや別になんでもないや今日はね振り返るやつねやってないんですけど、いつもさこうやって出してるじゃないですか。何これ、絵描いてあれをねツイッターに載っけてる方がいたので、それはやめていただきたいなという話でした。以上、まさに君と歌いたいということ君と歌いたい。新しい趣味探してる、めっちゃずっと探してる、趣味で検索してる。ここ1年は SK 入る前とか。いや今日どこか出かけましたか。出かけてません。あでもね、お花を育てようと思います。そうかな。地雷メイクで配信してほしいです。地雷メイク、地雷メイクってさ何、地雷メイクってさ何、むずい。なんか私全然地雷メイクじゃないやつとかをさ載せた時になんかめちゃめちゃ地雷みたいな言われて、えこれ地雷なんやみたいな、どういうこと。いやでもさ地雷の方も大変だよね、かわいそうよね。地雷の方はさ普段からしてるメイクをなんかコスプレみたいに言われてさ、なんかそれがバズってみたいな、いつものメイクをなんかバカにされてる気分にならないのかなって思ってる量産型はあれじゃないですか、なんか男性アイドルのコンサートとかでいっぱいいるような可愛いなんかコートとか着てる感じの格好のことかと思った。メイクはちょっとわかんない。なんかみんなが載せてるやつが本当にそれ地雷なのって思いもあるし、難しいですね。まあ人によって価値観は違いますから。でも地雷ってさ結構悪口じゃない地雷って悪口じゃない。
割と。断層はしたいけど今じゃないって思ってやめた。こんばんは。可愛ければそれ可愛ければいいよね。歌舞伎メイクってもうさ、こういうやつじゃないの？こういうメイク。メンヘラメイクなんて聞いたことないわ。メンヘラって心の状態じゃないの？メイク関係ない絶対。すっぴんでもメンヘラはいるし。量産型ってことはもういいイメージではない。ね、でもさ、もう自分で量産型って言い出しちゃったらもうそれはさ、もういいけどさ。ね。もうよくわかりません。はい。ありませんけど、私は今日めちゃくちゃ白飛びをしています。どうしたらいいんでしょう。白飛びが止まらない。あ、治った。治った。あ、治ってない。あ、こうやれば治るの分かんない。黒い服は飛びますね。ナチュラルが一番。いや、人の好みによって違いますから。まあ、例えばアイドルだった、まあね、アイドルだったらもう何、推し名が何しても可愛いよって言えばいいと思います。はい。そのところであと2分になったんですけど、私はもう今日片頭痛か分かりませんが、頭がとってもとっても痛いので早く寝ようと思います。言うても今日は起きたのが3時とかなので寝れないと思いますけど、まあ寝たいと思います。大事に。ありがとう。まだ意外と時間あったわ。意外と時間あった。あ、今日はね、あのツイッターとインスタグラムを更新しましたので、ぜひね、いいねとリツイートしていただけたら、まあ80点ぐらいかなと思います。さらにね、いつものなんかすごいいっぱいいろいろやってくれたら満点になりますので、どうぞよろしくお願いします。最後まで白飛び。平日でも配信して偉い。優しいですね。配信するだけで偉いって言ってくれる。優しいですね。あとあの DMM もぜひ見てください。リツイートしてなかった。それは3点ですね。終わりますね、もうすぐ。あと5秒で終わる。ありがとうございました。バイバーイ。